釣りでも行くか。フグで行く。私釣られるか。そうですよねって言うしかなくちょっと考えたか。今どうにかしてマイマイさんレス場で勝てる方法を多分無理無理かな。多分1返したら2000万ぐらい返ってくるから言葉。いやマジ人単語につき2000単語ぐらい返ってくるから。関西人マジでレス場強いよな。本当に負ける。でバロラントでさえパソコンの不調あった場合テクニカルポーズ入るじゃん。それだけで終わりやん。きついわ。怖いんですけど、行き場をなくしたワイワイおじちゃんリスナーたちが捨てられてたから気づかれてないかも。ガヤテンガヤテンって遊びに来てる。これめっちゃ怖い。気づかれない。ガヤテンめっちゃ怖い。バリ誰こいつ来てる。いつも見てんで。ガヤテン来たで。疲れて。おもろいな。いいな。いつもおじちゃん介護してくれてありがとうな。疲れてるやつもいますもん。礼儀正しい。帰ってきた帰ってきた。早く配信つけて早く配信つけて。いやついてるやんな。あいつ多分ついてると思う。あよかった。気づかれ。あよかったよかった。誰も怒らん。どこまで行ったら気づかれるんやろ。ワイワイさん気づくかな。はい。水面からフグジャンプする。あいついなかった。ぜ。あいるっすや。ぜ。ぜにごけ。待ってそれ何？何するの？それ何って思うんだったら、まあ、要するにでもえじゃあでもさ、コケって言ってるからさ、それは、うん、それは魚介類って取っていいんやんな。魚介類たちでニゴケがいるかいるんかって言うんだよな。いる？います。あよかったよかった。マジかすごいわ。そんなリアクション取れる。やるやん。地面乗るか、はいはい、ジャンプで。じゃあ大クワガタ。なんだっけ。簡単やん。簡単やんな。釣り1位の緑さんなら気づかず。飲んだ。まあ牛バミか。なんでだよこれ。てんちゃんはいける。てんちゃんは周りよく見てるはず。牛バミ？釣れようぜ。はい、じゃない。ミーな。ミーは。で次、透明なやつ飲んでしれっと混ざろうぜ、釣りしながら。ゾロゾロガヤテンは？ガヤテンは？いやー、飲んだアウトっすかね。え、仕切ってんな、みんな。いや、でもいそうだもんだって。俺でももう次のやつ決まってるから、俺全然ノーダウトでいくわ。多分これは、いけるけど、いけるっていうか、うんはい、え、ちょっとベタなの。まあベタやけど。まあそうっすね。リマカミキリムシ。ベタ。いやベタベタ。いや知ってる人は絶対知ってる。あベタ。リマ聞いていいですか。え？そのリマカミキリムシが。多分地名やと思う。あ地名ない。どこ？そうそうそう。たブラジルの方の多分。なんかそのジャングルの系のやつやとは思うんだけど、日本にはいない。あブラジルさんか。いや分からへん。ブラジルかどうか分からへんで、あの南米の方のやつやと思う。地名ついてるんですね。そうリマカミキリムシ。知らん？これ知らん。リマっていうところのカミキリムシ。そう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 。でリマカミキリ。そうリマカミキリ。あんのこんのか。カミキリムシやけどな。正しくはシラミバチがな。このゲームおもろいな。シラミバチ自分の中ではシラミでいいのにって言ったからな。じゃあなになに。あいますわ。あいよ。今見たよな、これもはや多分みんな気づいてるけど、なんかミュートで釣りしに来た人なんかなと思われてるやろ。次絶対ダウトやなってやつの時にみんながダウトダウトって言うやん。そこにダウトって入れようぜ。じゃあタ緑タ。いやもうそれはもうあれですよ、台湾うちはヤンマス。なんてなんて。台湾うちはヤンマス。うちはヤンマ
はい、台湾うちはヤンマン絶妙な来たないやおるやろこれうわそういう風にダウト、まあ、え逆にかやってんさ毎度調べてやつやちょっと審議を かける系のやつは、はい、答えは台湾うちはヤンマ生息しておりますおー危ねえ危ねえマジでうまいなぁ怒りまいしますよ知ってることがおかしいまあ、ね、まあマグマダンゴムシいやいやいや、いますよ普通にマグマダンゴムシ120% で俺ダウトやけどごめんマグマダンゴムシいいんすかいいんすかマグマダンゴムシですよマグマダンゴムシはないよえ、ほんと詳しいっすかマグマ大使ちゃうんやから虫詳しいんだマグマダンゴムシマグマダンゴムシそんなやつやついいんってダンゴムシでって言ってますもんうん、ちょけてるやつどう緑はどういや、俺もダウトっすよ、マグマはい、マグマダンゴムシ、はい、ガー、一人ずつ聞いていくタイプかサボテンの名前ですサボテンあぶねいるの植物で、ね、時間がやばいちょっと待って、いるのちょっと待って、マジでかー、ダウトチャンス逃した普通にマグマダンゴムシおるのおもろいな調べてみたけど、サボテンの写真をツイートしてる人がマグマダンゴムシさんなだけでそんなサボテンはないですルールがガバガバすぎないこれ、ゴンさんいないえちょっとね、透明になってお花植える遊びしてたんだけどね、うん、全然みんな気づかないからね、うん、もう最終的に殴りかかってやった俺もさ、うん、この透明のやつでさワイワイさんたちが釣りしてて4人で、うん、で、うん、こうやって釣れるふりして水面からこんな飛んだりしててさ、うん、で挙句の果てはこうやって釣り竿を持ってさ、うん、真横で釣りしててんけどさ1ミリも触れられへんかったから帰ってきた寂しかった。あの2本使ったから16分間やってたね俺こんなこんなこんな水辺でこんなやって釣れるふりしてこんなやってやってたね暇すぎだろ岩井さん二度見したけど絶対気づいてたよねあれうん無視されたでも、うん、無視されたちなみにひな、うん、の V VC ちょっとなんかさーっと入ってるから近くにいるの分かるよミュートにしないと分かった俺雑音で殴られたもんさ最初全く一緒なんですよ全く一緒っすか一緒に探しに行きません あ、ありそうありそう行きましょう彼になったあーっあー俺はなんかこれ俺この辺だとこれちょっとジグザグに走るからこれ怪しい笑い声がなんすかね、なんだろう聞いてみますすいませんはい、あ、これ下にどうしましたあれ声はするけどはい、どうしましたカジヤをちょっと探してましてカジヤじゃないですねあすいませんそうあなんか見えないのになんかめっちゃ喋ってくるのお前切れたやん切れて思った切れたあげるあげるあげるもう一本ありがとうありがとう暇すぎる私がさ帰ってきたどこにいるから店の前で待っとくうんなんか音が聞こえる透明だ両手にフグ持ったやつが透明になってるしかも一言も喋りやがらねえアホやな誰これ本当にバカそんなこと言ってる場合じゃないですよ釈迦さんポーションちょっと買いに来ましたよ買いに来た了解、はい、4人組ぐらいのところにこれで釣りしてるとこ行ったんですけど普通に16分間無視されました、ね最初はミュートでいつ気づかれんねやろうみたいな言ってたけど確実にワイワイさん二度見してたんであれ無視ですね多分ねえ私も透明ポーション欲しい CEO
透明ポーション私透明なんだけどおいどこ行ってるもらってるやん一番安く売ってでももう今目の前で今から500円で買う人いるのにいやいや500円とは言ってないんですよお釈迦さんえ一番安く一番安くいやでもセット売り金額みたいな一応自分これで20個目なんでちょっとだけ400どうすかうわめっちゃ嫌そうまあじゃあ400ですいません待って買いに行くんで釈迦さんお餅かわいいねんお餅うん、お家あ、お家、うん、そんな可愛くなっちゃったいや、これ依頼したんだけどお家あ、依頼したんですねで、この家がさっきできててすげえ綺麗っつってえ、うん、ちょっと待って、これ お前かまさかフリーレンみたいになってるのなんか鼻生えすぎて違う、聞いてほしい違う次どこに行くやっぱいたずらしたいよな釣り堀でそれを やりたくて魚になりきるみたいなってことは俺結構いい反応したんだなフグに対してそうっすよ他の人本当そうっすよ無視だったってことよ無視するかあのフグに軽く会釈しますねあフグいる道走ってんのにあフグどうもみたいなじゃフグちょうだい私もいやいや4匹になろうぜこれではい釣り堀行く上の釣り堀行くあこっち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 かえどこどこ行ったのハリフェモンが歩いてるこれないよこれないフグに軽く会釈ってこれないよこれかハリセンボンが歩いてるゴニラさんじゃん、あ、どうもどうもどんにどうしたんすかこれよかったら食ってくださいこれえ、いいんすかはいありがとうそれだけあ、それだけですえ、ありがとうどうも誰なんこれえひなのひなのじゃないかえ誰誰ええ待ってえフグが泳いでるねえねえ何してんのいやちょっと暇すぎて透明のポーション飲んでフグになってた最高のリアクションしてくれたないや最初はねなんかうちをなんかフグで暗殺しに来たのかないやそんなと思って戦闘フグの毒でそうだからバニさんがさ金の人参くれたからさフグって金の人参好きで食いつくんかなと思ってNPC フグやと思ってたってことよしいいねいいよ中いない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 これハリセンボンいるぞなんで待ってハリセンボン4人いるありえないでしょここにいるのハリセンボンやばいなこれやばいあの人死んでるええちょっと待ってちょっと待ってお前やったなちょ本当に野生だと思ったんだけど知らなすぎてお前ガチやったな。いや、どう考えても人だろ。いや、知らない、そんな。初心者、マイクラ。人殺し！ありえないだろ、ここにいるのとか言いながら。そんなわけないやろ。あ、クソ漏れ。あ、どうもこちらこそすいませんでしたいやそうだよねいやそうだよねちょっとそんなことできるって知らなくてマジ野生かと思ったポーションとかでできるのこれ飲めば8分透明になるんでよければ使ってみてください、まあ、的な2人分どうぞあいいんすか、はい、いいんですかありがとうございますおどすやばいた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 次どこ行くいた誰だ
誰だ待って、違う、待って、この4人じゃないやつがいる、この中に。え、嘘だろ、人狼、人狼がいる、やばい、やばいぞ、やばいぞ、やばい、フグは友愛の証です、これ。ダイヤの剣、ダイヤの剣、誰かいる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 、誰だ、お前、誰、おい、仲間の意思を示しておけば、このフグを手に取りなさい。このフグ、いる、いる、いる、誰だ、あ、フグ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 、あ、でもこれ4人だろ、あれ、いや、看板、看板は誰なんだよ、これ、あー、クロさん、はい、どっかにいるぞ、おい、いった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 、おい、誰だ、えぇ、やばい、誰、ほんまにわからん、全員透明やから、マジで、いる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 、おー、あいつ、どこ行く？え、これ上の釣り堀行こうぜ、上の釣り堀。あっちか。ああ、上ね。あの上。てこれ釣りだよ。え？多すぎる。こんだけおったらでも。行くぞ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 。おるかな人。バレへんバレバレバレ。人いなくね？こうやって水で泳いだり。ほらほら。で、そう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 やばくね、これやばい、いや、そうそう、俺これをやってたんよ、釣り堀で。そしたら16分間4人に無視された。今考えるとバレてないわけないもんな、これ絶対。これやばいね。うん、これやばくない、これ、いやでもね、でもちゃんと泳いでない、これ。え、なんかいない、声は聞こえたけど、当たったな、当たったな、黙んなよ、急に急に黙んなよ、黙んなって、かわいい、かわいい、何してるの、暇すぎて暇すぎてフグになりすまししてる今うん、そう、やりたいどう、来た来た来た、いや、来た来た来た、完全にフグのやばい睡眠みたいになっても、新たなターゲット、新たなターゲットを探そう、で、もう見つかったら笑い、あ、どこどこどこ、斜面どこ、よいしょ、どこ行った、え、でも剣持ってるよ、あ、本当だ、え、怖い、え、何の音、なんかいっぱいいる、なんかいっぱいいるよ、これ、キモすぎる、なにこれ、キモいな、やめて、ヒナーノは見えてるよ、見えてる、ヒナーノは見えてるよ、ヒナーノは見えてるよ、誰か教えてよ、もう次行くぞ、次、恥ずかしい恥ずかしい、マジほんま恥ずかしいわ、恥ずかしい、あ、なんかいる、なんだ、さん、うるさい、魚が泳いでる、いて、なんだ、みんなどっか行っちゃった、ふか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 、お水が欲しい、くぐ、お水は落ち着くな、このまま滝に登っちゃおう、行き止まりだよ、行き止まり、なんか殴ってる、仕方ないから川下っちゃおう、こっちまで、わーおー、ギョギョッ、殺して食っちゃおうかな、こんな怖い人、まっぴらごめんな、フグ殺して食っちまおうかな、怖いフグ、なんだこの、なんだこのフグ、ちょっと一つすごい重要な欠陥があるんですけど、あのネタバラシができない、ただ単に変なやつら、確かにな、なんか見て、え、誰誰、こう、え、羽が、羽が
泳いでる。空中？え？なんかすごい可愛くなっちゃったね、僕たちのお家の階。可愛い。チップとデールみたい。え？リフワイル？え？え？可愛い。いやいや誰かいるよここに。え、でもなんか可愛くない？え？すごい足音出してるよ。足音えぐい。温泉入った。可愛い。フラガが温泉入ってる。ちょっと可愛い。ゆでフグになっちゃうよ。落ち着くフグな。そうフグね。あったかいフグ。こんにちはフグさん。こんにちはフグ。わすごい、なんか3匹ぐらい声がする。え、二人で一つなんですか？そうフグよ。そうフグよ。あ、二人で一つなんだ。双子なんだよ。なるほどね。ゆでフグになっちゃいません。大丈夫ですか？ギョギョ。こっち。そこはくん。ここは熱いフグ。熱いフグ。熱いフグ。川とかの方がいいよ絶対。やっぱり川辺が落ち着くフグな。さよなら。バイバイ。ちょっと一旦集まろう。一旦ちょっと集まろう。あ、待て待て。あ？なんだ。この辺は水がないから水がない。もう干からびそうフグな。怖い怖い、助けて誰か。助けて、水がある場所を教えてほしい。助けてください。ちょっと一回集まろうか。やはりドン引きされましアデデみたいな今の反応が欲しいよね。いやわかるわ。確かにそれはそうかも。まあ逃げてもらわないとな、もうこれ。いやそうなのよ。あ、フグさん泳いでるだとちょっとそのルートはもう無理。ちょっと無理。あと15秒っす。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょうど待って、欲しい透明ポーション欲しい。一緒にフグする。フグするここは熱いフグ。水が欲しいフグな。ここは熱いので、お水が欲しいフグ。水辺にオイラを連れてってくれフグ。ここ置けない。死んじゃうフグ。ゲームしないと死んじゃうフグ。ああ、おっか。もう喉が。おおおおおお。あ、ちょっと止め。なんか見えた。世の中には知らないこともあるフグな。知らないことがいい方がもあるフグよ。ああ、こっちフグ。めっちゃ裏見える。タゴン無用了解。言ったら殺すフグ。ああ、わかりました。絶対言いません。しばくフグ。あ、そうやって遊んでるんですね。どうぞ。そうやって遊んでるんですね。どうぞ。やばい。生き返ったので、また次の水を目指すフグ。ありがとう。本当にやばい。哀れみまで来た。本当にやばい。そういう風に遊んでるんですね。暇すぎる。いやわかる。ここの大通りに水があるので、ここで泳げるフグよ。よし、今日の飯楽しい。あ、これフグ、すいません。これ何ですかこれは。あー、水辺は落ち着くフグ。水に入るフグ。フグ楽しい。どこフグ？ここ。おお。何これ？ヨウさんっていうフグか？
です。はい、お願いします。いいなぁ、いまいちフグになれきれてないフグね。フグになりきれてないフグね。あれ待って、はい、ヨウさんです。ヨウさん入れよう。フグでーしました、フグでーす。あー、水があって落ち着くフグ。気持ちいいフグ、ひんやり気持ちいいフグ。待って待って待って、何これ。泳いでるフグ、看板も泳いでる。看板泳いでない、ね、看板も泳いでる。それは漂流してるフグ。何これ。ひょーん、楽しい。フグに魂宿ってるわこれ。かわいい。これヨウさんはどのポジションなんだこれ。ね、ヨウさんは何なんだろうこれ。楽しいフグ。これアルランディス、ありがとうございました。ちょっと、いや、楽しかった。お疲れした。またやりましょうね。ちょっと、おお。あ、この辺りは水が美味しいフグな。美味しいフグ。フグ。ああ、僕らは不遇なフグ。みんなから相手にされず、この辺をさまよってるフグ。フグ。君も無視するのフグ？君も無視するのフグ？君もオラたちを変な目で見るフグ？やっぱ関わっちゃダメ、関わっちゃダメこれ。君たち魚を釣ってるフグよね。なのにこんな扱いをしていいフグか。お、まだ、まだほんとにこの指だよ。あれ、一族の仇フグ。みんな武器を持つフグ。やばい。やばい、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 バケモル、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 バケモル。え、この穴に、穴に、あ、フグー、フグー。水がなくて困ってるフグー。今さっき会話してたのに急にフグー言いました。ダイヤの剣浮いてる、ダイヤの剣浮いてる。多くは武装フグー。後ろの姫をお守りしてるフグよ。安全な水源へ姫を連れて行かなければならないフグ。ふぅ、あ、ちょっと一旦話し合いたい進路を真面目にね。じゃあちょっと、うん、ポーションが多分、はい、今買えないから、はい、ちょっとまた明日じゃない。明日デイ2フグーなフグデイ2。なんかさ、誰か殺す。あ、殺してしまう。もう反応悪かったら、あ、ふぅ、わぁ、水がないふぅ。ゴリラさんのふぅ、ギョギョ。水うわー、干からべるフグ。これを飲むフグ。今すぐこれを飲むフグ。何をやっているんだ君たち。そうですよね。そうなりますよ。いや、忌憚なき意見を聞けてよかったっすわ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に目覚めました。なんか捕まっちゃった。本当こんなことにで足止めて本当申し訳ないです。すいません、すいません、お時間ありがとうございました。すいません、失礼いたします。すいません、失礼いたします。やっぱ世論の声はあれなんだよ。そうだよね。皆さん暇なんですか？あ、はい、本当に皆さんでパーティーします？パーティー？パーティー？パーティーのパーティー？それともパーティー？
を組む楽しい種植えパーティーだよ。あれ、一応自分農家なんで労働の後の遊びが種植えはちょっと、あーなるほど、仕事して仕事してみたいになっちゃってるんですよね今。そっかそっか。ちなみにどう内容はどういうパーティー、種を植えるだけ、種をいっぱい植えて楽しいねって。そうね、他に人はいますかそのプロジェクトあ、この今いる3人と僕で、あ、桜さん今欲しいものとかある？透明になれるポーションが欲しくて。オーケーオーケー、じゃあそれプラス2000払うよ。2000円と透明ポーション。桜さん、やろうかな。あ、皆さんは欲しいものは透明化ポーション。透明化ポーション、オーケーオーケー。二透明化ポーション、二透明化ポーションと、メスさんは透明化ポーションもう終わってる